秋城は、高知県秋市井に存在した、日本の城。江戸時代には、土佐半山内科画廊の後藤家が居住し、秋土いとして存続した、秋市指定史跡。城は、秋平野のほぼ中央に位置し、小高い丘に、小詰の段が置かれ、南側の平野部に車が廃された、はしご角式の平山城である。城の東側には、秋川、西側には、 秋川支流の矢の川が流れている。南側には溝辺の堀北側には城が縁があり、それらが天然の堀となっていた。また、さらに城の周囲に内堀を構え、堀を造成した際に出た土をかき上げて、土塁とした。現在、城石に秋市立の歴史民俗資料館と書道美術館がある。鎌倉時代末期の延長2年。 秋地下市がこの地に城を構えたと伝えられている。以後、秋市の居城となった。秋市は、土佐国東部の秋軍を支配し、戦国時代には勢力を伸長し、土佐七尾の一人となった。秋国虎の時代になり、西部に隣接する長祖壁元地下との対立が繰り返され、元親の居城である、お工場をしばしば攻撃した。A62 年7月、 国虎は、妻の兄である、土佐国西部を支配する一条金貞と結び、八竜の戦いと呼ばれる長祖壁市討伐の合戦を、起こした。しかし、総崩れとなり役に、秋城を攻められる結果となった。秋城での牢城は二十四日間に及んだが、やがて食料も尽き、長祖壁側に内通した、横山民部が井戸に毒を入れ倒れる者が続出した、こともあり、 木内の式は著しく低下した。落城を覚悟した国虎は自害を条件に元親に残存する兵士と領民の除名を願い出た。8月11日、国虎は母大寺の清志寺に入り自決し秋城は落城した。落城後は元親の弟、高祖壁地下死体が秋城に入城し、阿波信仰の拠点となった。長祖壁氏は秋を暗記と改め、 明治時代初期までこの字が当てられた。元親の死後、家徳を継いだ、長祖壁森地下は、関ヶ原の戦いにおいて西軍に所属したため、海役となった。江戸時代になり山内氏が、土佐一国を与えられると、重心の後藤ためしげに千百国を与えやすき軍周辺に配した。ためは、居留地として安記城,城を選んだが、永元年の一国一により城ではなく、 土井と称した。すでに存在していた内堀と土塁の内側に屋敷を構え、石垣を築いて、増ス型と矢グラ門を整備し、土塁の上に兵を築くなどの改修を行った。以後、明治時代に至るまで、秋土井として、後藤氏が居住した。土井の周囲には、家臣団の武家屋敷が整えられ、現在も土井狂わ中として現存している。ありがとうございます。